さあ第2試合クラッシュフェザー級3分3ラウンドです。さあ寺島心選手がおっしゃってたように、石川さん、今日はあのフェザー級の試合が全部5試合ですか。はい、そうですね、生まれてますね。はい、今日ね、大関決定トーナメントも含めてですね、はい、そこにしっかりこの辺のこの2人なんか特にアピールしたい年頃ですよね。そうですね、はい、寺島が24歳、そして関口が20歳ですね。そうですね。でフェザー級というと横山選手も階級が近いので、どうしてもこう選手とか見ちゃうんじゃないですか。そうですね、やっぱ若い選手はすぐ多分階級変更っていうのもあると思うんで、まあ、やっぱり見ますね。さあ第1ラウンドがスタートしました。今回のテーマ、圧倒して勝つと話してくれたのは青の関口光成、そして一番インパクトを残したいと話したのが赤の寺島心です。関口選手はね、本当の今もねパーフェクトレコードに近いぐらいにね、勢いのあるこの K-1 グループの胸を背負える可能性があるファイターですかね。非常に僕は注目してます。これまで戦績3戦して3勝0敗、はい、2KO で KO 率が 66.7% ですからね。一発でね倒せる力もちゃんと証明して、あとこの年齢的にもね体も技術もまあまだ一戦ごとに進歩していくところなので、しかもこの負けなしで来ているからね、自信満々でいいところにいますよね、今成長のね、はい。まあ、寺島としてはそういった関口を倒しておきたいところですよね。そうですね、寺島選手も、ね、若いと思っていたところがね、もう寺島選手よりも若い選手が出てきてしまったというのかな、新陳代謝の速さを感じますよね。まあ、横山選手、そういったあの若い選手が来るとやはりチェックは必ず欠かしませんかね。そうですね、やっぱり若い選手には負けたくないですよね。心は僕はあのプライベートでも結構練習でも一緒にしたりとか、はい、結構仲がいいので。あ、そうなんですね。はい、頑張ってほしいですね。まあ、出身地もあの群馬県と埼玉県に近いですからね。はい、そうですね、まあ、でも2時間ぐらいかかっちゃうんですけど、楽しみですね。さあ、はい、寺島選手は、ね、本当にあの一戦ごとに荒っぽさが抜けて、あのワイルドさがどんどん際立ってですね、あの的確さも上がってきたんで、とにかく瞬発力があるんで、あと蹴り技のバリエーションが豊富なんで、一瞬でね試合を決めることができる、お互いにそういう技術でパワーを持ってますからね。なるほど、はい。さあ1ラウンド残り時間1分を切っています。あっと、いきなり来た、前に出てきた関口。関口選手はこのなんかこう正からどうの、この動きのこうなんだろう、早いですね、本当に。ギアのチェンジが早いですよね。チェンジが早いですね。今もそうでしたよね。さあ前に来た、この飛び込みというか距離の潰し方がすごい早いですよね、この選手。さあ残り時間30秒切っています。もともと関口選手はポテンシャルが高かったんですけど、そこにこの、所属ジムであるアロンザブレスの、浦部光也代表のねこういうテクニック、フェイントだったりとか、その間をずらしたりとか、こういうステップだったりとかね、そういうのが一戦ごとに上がってるなっていう印象ですよね、関口選手。間合いを一気にキュッと詰めますね、はい、全てのおーっと。さあ今はここで1ラウンド終了です。さあ石川さん、第1ラウンドが終了しました、はい、印象的にいかがでしょうかね。そうですね、やっぱ関口選手が試合の主導権を握るかのように動いてはいるんですけど、でもやっぱりね、あの全然気の強い、寺島選手がね一瞬の隙を絶対に逃さないような、今のラウンドの終盤もいいパンチがありましたしね、はい、お互いのいいところが光り合った、はい、一ラウンドだったなと思いますね。そして横山選手、はい、どうですか、寺島選手の1ラウンドを見ていて。そうですね、いい左のフックとかいいパンチを当たってたんで、もうちょいフェイントも入れるとより当てやすいのかなっていう、下散らしながら上行くと当てやすいのかなっていう。なるほど。そしてバレンさん、はい、この関口選手のそのギアの入り方が素晴らしいという話をされてましたが。そうですね、まあ、このクラッシュの、まあ、コメンテーターになってから覚えた言葉を使っていいですか。どうぞどうぞ。蹴りが走ってますね。そうですね、この2ラウンド以降もきっとその蹴りが走るでしょうね。いや、ここで今度はおっと、一気に今度は接近戦、先ほどはちょっと変えましたかね。
あでも相手はすごいですね、関口選手。左、相手もただ荒っぽくなるんじゃなくて、ちゃんと切って終わるっていうところは、ああいう際の技術はいいな、素晴らしいなと思いますね。あっと、ここでちょっとラフファイト。これはブレイクです。やはりちょっとお互い熱くなってますね。そうですね、ここで熱い中での、ね、冷静さっていうのは大事ですからね、このプロのリングはね。寺島選手は多分もうちょっと、なんだろう、こう自分からのアクションを増やした方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、石川さん。そうですね、寺島選手は、このね、なんていうかね、一瞬の隙をついて、ドバーッと、どっちかというと、はい、キックボクシングの正攻法というよりも、この日本拳法、というような動きを入っていくので、伝統派空手か、なので、この近づくよりも、この遠いところから一気に距離を縮めるっていうスタイルを。していきたいはずなんですよね。ただこの関口選手のプレッシャーが強いっていうところでちょっと手をやってしてしまってるかなという。さあローキック、横山選手、この距離を一気に縮められるというのは選手からするとどうなんですか。そうですね、僕もどっちかというと縮めるタイプなんで、すごいなんか似てるなっていうふうに思いますね。僕はそこをなんか、はい、いいように使っているので、寺島選手はどちらかというとカウンタータイプってことですね。そうです、どっちかというとそうですね、打ち合うというよりも相手を一瞬で刺すというか、だからこその瞬発力が生きるファイターですね、寺島選手は。そうしますと関口選手が突っ込んできたところにカウンターで寺島選手が合わせるという形ですか、ね、そうですね、もしくはこの、関口選手が、迫ってくるところの距離を、半径を自分から変えずに、ここで打ち合い、自分からそうですね、この距離を遠くをキープできるように続けたいんですけど、それを関口選手のプレッシャーがさせてくれないというのが、この試合展開ですね。さあ前に行った、右左と一発ずつ見舞っていきました。そしてここの距離もやはり離れたところから行くときの関口選手のそのスピードは脅威というか、そうですね、体の圧力がありますからね、背中も大きいし、パワーもあると思いますよ。ザロック、そして一気に前に出た、残り時間10秒です。この右左、これはノーダウンです。あ、ここで第2ラウンド終了。さあ第2ラウンドは1ラウンドでやっぱりちょっと戦法を変えてきたように感じるんですが、石川さんいかがでしたでしょうか。はい、お互いが、お互いを崩しきれていないっていうところで、だんだんお互いとしてもやりにくさを感じている、より感じた2ラウンド目だったんじゃないかなっていうふうに見えますね。はい、だからこそ3ラウンド目はどれだけその自分の、相手の、やりたいことを消して自分のやりたいことができるかっていうところ、まあ勝負の鉄則なんですけどね。はい、横山選手、これ両者第3ラウンドファイナルラウンドはどのような展開に持っていくのがいいんでしょうかね。そうですね、もうラスト3ラウンドは気持ちでいったもん勝ちだと僕は思ってるんで、まあ、関口選手はこのままどんどん攻撃をしていって、心の方もやっぱり打ち合って一発を狙う、やっぱポイント取りかないと勝てないんで。あ、なるほど。いよいよファイナルラウンドです。関口選手18歳の声援がすごいですね。そうですね、関口選手20歳ですね。20歳ですか。ちょっと確認し次第ちょっとお伝えします。失礼しました。ちょっと硬直状態、離れ際、やはり3ラウンドお互い勝負ですからね。そうですね、このお互い分かってますからね、このラウンドを取るか取らないかで。寺島選手でもさっきよりはかなり、なんていうの、やっぱり自分から仕掛けてますね。さあ横山選手いかがでしょうかね。寺島選手先ほどよりもこう相手を見てるような気がするんですが。そうですね、打ち終わりをもうちょっと攻めていったらもっと当たるのかなと思いますけど。なるほど。僕はね、カウンタータイプって僕はやっぱり五の線が一番いいと思ってるんですよ。五の線っていうのはやっぱり先に一応仕掛けながら相手に出させて当てる、なんで
何もないところから相手に打たれて そこを狙うっていう風になるとやっぱりねこれミスプロ多くなると思うんですよね、うん、僕このラウンドはなんか寺島選手、はい、まだ行くぞ行くぞってやってるので、うん、あの前のラウンドよりかなりいいと僕は思うんですけどね見てて。おっとここで飛び膝コーナーを背にしているのが関口選手、20歳でした。失礼いたしました。20歳、はい、でもラストこの1分ちょっとですね、この勝負ですね、集中ですね。あの寺島選手は瞬発力があるファイターなんで少しだけ口が開き気味かなと、スタミナ若干切れてきてるかなって気がするので、そう、はい、こうしっかり集中力高いお互いですね。さあここで打ち合い、さあ残り時間1分、さあ残り時間1分を切っています。さあここまでお互い注意が与えられました。さあ左を当てていった関口、相手の出方を見ています両者。右左これもかわした、そして前に出る、前に出た関口、ボディから顔面ですが、なかなか一発が決まりませんね、石川さんね。そうですね、関口選手はこの人はね、この接近戦で、攻撃を畳みかけたいところをね、寺島選手は、ね、入ってくると突き刺したいところでどうしても膠着してしまう展開が。さあ残り時間10秒、さあ前に出るか、ミドルキックで、ここでお互い、おー、あーしかし決めきれませんでした。試合終了、判定に移ります。ジャッジがどう見るかですね、はい、さあ判定です、はい、お互いに圧倒的なダメージだったりはおそらくないとは思うんですけど、手数だったりとか、フラッシュではどちらを重く取りますか。今の試合関口選手は手数が多い、でもちょっと雑だと思うんですよ、うん、寺島選手は手数少ない、でも結構当たるところはすごくいいところだったと思うんですけど。お待たせしました、判定結果をお知らせいたします。それがジャッジがどう見てるか。ジャッジ豊田が30対29、青関口、まずは関口、ジャッジ西村30対28、青関口、青関口、ジャッジ金子30対29、青関口、よって判定3対0をもちまして勝者関口康生。さあ関口4連勝ですね。そうしますと、そうですね、とバレンが、ね、質問してくれたとおりですね、はい、このやっぱり試合をコントロールしてたように見えたのが、関口選手だったっていう、はい、客観的ジャッジから見たところですね。確かに、ね、寺島選手ね、的確に瞬発的な攻撃出してたけども、それは的確なダメージにはなってなかったっていうところで、ジャッジが全体的なイメージで印象で関口選手を評価したっていうジャッジでしたね。なるほど、はい、横山選手いかがでしたか、この第2試合。いや、すごいいい試合で、関口選手強いですね、うん、若いのに上手いという、まあ少し雑かもしれないですけど、やっぱりこの年でこの技術力があったらちょっと将来が面白くなりそうですね。そうですね、ですね、もしかすると、はい、スーパーフェザーに来る可能性もありますからね、はい、さあというわけで第2試合は判定で関口康生選手が勝利しました。これで4戦4勝です。